と間違えます。なんかで一回オーディション来たんだよな、009。うん。なんかあったな。そしたらなんか敵で候補って言われて、その後。うん。うん。009。杉田さん決まりました。なんか敵って言われて。あれ、結局出たんですか？そしたら、うん、昔は、なんかこう、大人の見た目で、なんか野獣みたいな敵が出てくるんだけども、新しい層のアニメの解釈で美少年に書き換えられるらしくて。あー、そのパターンか。設定が変わっちゃった。はい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 。だからあなたではないですって言って、バラシに。なんでや、うん、美少年やらせてくれればええやんけ。無理だと思う。なんでや、無理だと思う。めっちゃ面白かったな、その話。声優の世界ってあれなんですね、キャンセル料とかも支払われないですね。ディープ料、キャンセル料はないね。それはちょっと厳しいですね。ナレーションとかだとさすがに当日キャンセルはお金は出たことない。うん、で基本キープ、呼ぶまではタダだから、オーディションで失礼なのは、なんか呼んでみたかったんで、ちょっと銀さんみたいにやってっていう。なんか呼んでみたかったって、うん。面白いって聞いたんで、ふぅっていう。そんな人、います？いるいる。吹き替えのオーディションとかとたまにあるよ。